スノーーーマン初の単独ドームツアー5万5千人が連れてきた「東京ドーム」という場所「ライブリポート」初週ミリオンを突破したアルバム「アイドゥミーを引っ提げて9人が初めて挑んだ単独ドームツアー「スノーマンファーストドームツアー2 0 2 3イドゥミー東京会場は約4年前に悲願の CD デビューを発表した東京ドーム。 伝説の始まりであるその場所に、名実ともにトップアイドルとなった彼らが帰ってきた。6月10日の東京ドーム公演を全力リポート。給食のペンライトが宝石のようにきらめく会場。客電が落ち、岩本光が東京。騒げる会。楽しめる会。かかってこい、ドーム、と叫ぶと、 20M の高さのゴンドラから宝石よりもまばゆい輝きを放つ9人の美男が登場。メンバーカラーの豪華なコートを羽織り、デビュー曲 DD から勢いあるライブがスタートだ。今回のライブ演出は深澤達也と安部良平を中心にメンバー全員でアイデアを出して制作。冒頭からそれが手に取るように伝わってきたのは彼らのファンファーストの思いだ。